長田大介3月21日隊は、日本のプロデューサー。1975年、東京都新宿区に生まれる。千葉県市川市立八幡小学校、青山学院中等部を経て、米国へ渡り、カリフォルニア州、デイビス市の公立高校、デイビスハイスクールを卒業した。帰国後、青山学院大学教育学部、慶応義塾大学大学院制作。 メディア研究家終了。終士。株式会社ディスタントドラムス代表取締役として、マーケティング、プロモーション、コンテンツ、メディア、クリエイティブなど幅広い専門領域と、ネットワークで経営からクリエイティブまで広範な範囲を、ワンストップで課題解決する統合プロデューサーとして活動している。過去成功した企業やプロジェクトのドキュメントを扱う、書籍や映像などで、 その成功の過程において重要な役割を果たしている立役者として名前が出ることが多い。1995年青山学院の同級生であった Z ホールディングスヤフーの代表取締役社長である河辺健太郎らと大学在学中に電脳隊や PIM を創業し、創業メンバーとしてマーケティングや広報などを担当。 両社はヤフーによる M&A に伴い、2000年にヤフーへ統合された。2000年、電通に入社。マーケティング、プロモーション、コンテンツ、メディアなどの幅広い領域で多くのプロデュースを行う。2010年、マーケティング、プロモーション、コンテンツ、メディア、クリエイティブなど幅広い専門領域をワンストップで、 課題解決するプロデューサーズカンパニーとして株式会社ディスタント、ドラムスを創業し、代表取締役に就任。2013年放送作家の高澄強と共に、コンテンツ企画会社として株式、会社シンクエコーズを創業し、共同代表に就任。2017年日本テレビプロデューサーの土屋敏夫や、ライゾマティクスの斉藤誠一と共に、 非営利のコンテンツプロジェクトを推進する一般社団法人1964東京 VR を設立し理事に就任。ありがとうございます。